日本ってゼロリスク振興っていうのがあって少量だったら全く問題ないのに発が性があるとか死ぬとかっていう風になるとじゃあいっぱい取ったら死ぬんだったら一個も取らない方がいいみたいなあの極端な発想になっちゃうんですけど全てのものもは毒なんですよねだっ,だって塩皆さん取りますよね。 でも塩って食べ過ぎたら死にますよねこれが全部のものに当てはめられるっていうだけの話なんですね醤油とかも一瓶飲んだら死にますね薬なんかは一瓶で致死量にならないように調整されてます大体<ー>一瓶飲んじゃうんですよーオーバードーズする人って、はい、だから絶対それ以上にならない,いな、えー、でも醤油はもう途中で多分苦しくなると思うんで、うん、飲めないですね飲めない塩も一袋食べれないから確かに一袋で で致死量って言われたら怖くなりますけど別に入れんのちょっとですって話ですだから濃度って考え方があるんでうん、うん、化学の科学をちゃんと中学校で義務教育で教えてんだけど、うん、みんな耳が左から右にピューって抜けちゃうんですようん、うん、パンの工場を経営されてる方が、はい、パン工場で働いてる社員たちがびっくりするぐらい指示書を読めないと っていうパンの作り方って指示書になってるんですけどああ文字が読読めめてててるるよようででなくてああ飛ばしたりするんですん<ー>だからちゃんと作れないとかお釣りの計算がでできないいとか<ー>結構いるんですよでこれはどうやら小学校の時までは割とマントゥーマンというかできない子はマントゥーマンで割と細かく細かく、うん、どっちかっていうとできない子に合わせてやってたんだけどいきなり中学になると抽象性がか,かるんですよ。まあ、つまり そこにないものを教えちゃうから、うん、例えば方程式とか小学校までは方程式を使うべきものもなんか鶴亀山とかっつって、うん、なんか具体的な物を並べ替えたりとかして教えたりするだからリ,リンゴがありますみたいなリンゴが三個ありますリカンが五個ありますみたいな そんな感じで教えていくんだけど、うん、鶴亀さんで教えるんだけどいきなり方程式になって抽象化されるんですよ。<ー> X とか、y、とかになっちゃうからい<ー>いきなななり分かんなくなるらしいですねその知能差があって抽象度が上がるとダメになる子って結構いて、うん、実はそういった子に対して中学校の義務教育って無理ゲーなんだけど、うん、とりあえず中3まで行かなきゃいけないから、うん、義務教育だからだから無理やり先生も答えを教えちゃうみたいな。自動車 運転免許の裏校みたいな <laughs> 裏ってあの答えを教えてくれるとかあるじゃないですかあれ多分学科が通んないやつ向けなんですよ、うん、僕でも刑務所にいた知り合いで無免許で50年間乗ってたおじさんとかいたんですけどたまにいますね、うん、<laughs> たまに田舎にいるそれで人身事故を起こしてえ50年間無免許だったのみたいな いや俺さうら裏向も無理だったんだ覚えられないんだよとかつって <laughs> でも50年間車運転してるから運転上手いんですよ <laughs> あ<ー>まあでも多分そんなことでその抽象度が高い概念が濃度って概念が多分理解できないんだと思います<ー>大体そういう人って無添加信仰の人って、うん 福島第一原発の処理水のトリチウム濃度みたいなものが理解できないじゃないですか理解できないですね。うん、でトリチウムって自然界にもいるんで、うん、オイシックスだら・ラ・ラ・ダイチの会長の、うんうん、多分大地の会の人国系の人だと思うんですけど、はい、X の発言がめっちゃ炎上してましたけど「はい、いやオイシックスの野菜にもトリチウム含まれてますよ」っキログ 1kg から0.5ベクレル出ましたけど、はい、オイシックスの野菜は放射能入りで。 すごいですよでオイシックスから買った野菜を1キロ分粉砕して放射線の検知器みたいに入れて0.5ベクレルとか計測してるやつがいて <laughs> 出ますからね。なので、ね、これ隆二さんこの添加物アンチみたいなの、うん、これ減らす方法みたいなことってどう考えてますかそういうい人たちは煽っててにせ、うん 良くないよって言うしかないですねで、僕はさっき言った通り濃度とかの抽象的な概念が理解できないと思うんですけどそれは なんかやり方はあるかもしれないん僕はあの苦悶式をすごい批判してたりとかするんだけど、うん、最近分かったことがあって、うん、苦悶式って多分そういう人たちのためのトレーニングドリルなんじゃないかと思ってうん、無理やり体で覚えさせるみたいな、うん、だから昔の職人さんも同じで、うん、同じ作業をずっとやらせてたら、うん これがどういういメカニズムでこうう例えば分かんないけど寿司屋に10年修行するやつはバカだって俺は言ったでしょそれで大炎上したわけですよ10年前にそしたら最近も YouTube で寿司学んで寿司屋作ってるやつとかも出てくるぐらい今もうセンスがあって頭いいやつってすぐもう覚えて自分で作業するようになるわけですよだけど容量悪い人ってやっぱいるじゃないですか。 そういう人たちって親方がやってる仕事を完コピしてそのままやるんですよだから親方も自分の仕事じゃないことをやってたら怒るんですお前なんなんか勝手なことやってんじゃねえよみたいな、はい、それは実は料理って科学じゃないですか科学を理解してないから体で覚えてるわけじゃないですか、うん、あ教えられた仕事だけを守ってやっていってればちゃんとした寿司屋で一生食っていきますよっていうシステムだと思うんですけど<ー> なんか体で覚えてもらうしかないなないいって俺は思いますねあでもなんか僕は話題にた取り上げるのが一番いいのかなっていうふうには思いますけどねとりあえずはまあでも確かに「おいしんぼ」はそうだったからね「おいしんぼ」はバズった漫画ということで「おいしんぼ」に書かれてること僕もやっぱ信じてました、ね、確かに確かに俺だって「スーパードライ」悪いビールだと思ってましたからね<ー> <laughs> エビスを飲ままなきゃと思ってましたからねホ <laughs> ップと麦芽以外で作られてるビールはまがいものだみたいな、うん、なんだコーンスターチってみたいなことをすごい言ってたから悪いことしてるのかなと思ってあああのこれこれこうでこうなんだよっていうのを発信していくのが非常に大事なのかなとあの,あのね料理研究家がねやんなかったぞこれ味の素振るとめちゃめちゃ批判されるから料理研究家の中では味の素を使う人ってのはほぼいないんですよね、うん、今もほぼいないんですよなんでかっっていうとやっぱり 今までついてきたきた人が味の素使い使い出したみたいな感じになっちゃうからうん、うん、おいしんぼに対抗する漫画を作ればいいんだうん、うん、ああそうですね <laughs> リュウジンボリュウい売れなさそうリュウじゃないよおいしんぼに何回言うみたいな、うん、ちょっと違うんだけど、うん、ブラックジャックに対してブラックジャックによろしくって漫画あったじゃないですか <laughs> そんなノリで徹底的にあの しのの味素批判会とかを検証てみる食にまつわる謎と炎上について一覧にまとめました「寿司吉田炎上騒ぎ食べログ問題健康食品食品表示制度」などあるんですがこれこの一番下の健康食品はもう完全に私はってことですよね機能性表示食品などが市場が急拡大ということでこういった健康食品の信頼性 のところについて、うん、あのお話ししていきたいと思うんですけどもリュウジさんまずはこれいかがでしょうかね俺いつ死んでもいいと思ってるから、ま、<laughs> グルテンフリーってなんでみんなあんな好きなんですか僕の友達もなんかグルテンフリーの う,うまいパスタ知らないみたいな感じで言ってきたんで「うん、おなるほど」みたいな「<laughs> おあ身近にいた」みたいな <laughs> 必死に否定するのも嫌だから面倒くさいから「お米でできたパスタとかあるよ」とかって言っときましたけど <laughs> えなんかこのグルテンフリーって、うん、お肌が綺麗になるっていう話がすごいなんか美容なんですだとそ<う>俺でもグル めっちゃ撮ってるけど肌は綺麗な方ですけどね <laughs> あのね多分肌の綺麗さってどっちかっていうと肝機能なんで吹き出物とかそういったものって基本だからそうやって外に出てくるものってあの肝臓でちゃんと処理しきれないから出てくるんで、うん、肝臓が強い人は肌も綺麗ですよで多分グルテンフリーって西洋から入ってきた概念なんですけどその人っているんですよ、うん、確かに結構3%から4%とか多分それぐらいいるんですよね、うんうん あの西洋人。日本人はほとんどいないんですよ。 別にグルテンフリーにしてすごい健康になるっていう根拠は別にないですよ、うん、そういう人に限って意外とうどんとか食ってたりとかするす <laughs> ラーメンとかパンは体に悪いけど、うん、うどんは大丈夫みたいなニワカオーガニックですねそれはね<う> <laughs> え、ダメだもう今日ダメじゃん、めっちゃカッじゃん私ニワカオーガニック白米じゃなくて五穀米を食べましょう <laughs> 食べる食べる食べる白いわざわざ白い砂糖じゃなくて黒砂糖にしましょう捨てる捨てる捨てるいやいや意味ないよ <laughs> 最近はさ塩を使わないとかいうやつもいるじゃな ね、あ<ー>塩抜き塩抜きカレーみたいな。はい,はいはいはい。僕もそれ知り合いのシェフが作ってるんですけど、啓介<ー>松島ってシェフが作ってるんですけど、<laughs> 俺それもなんか SNS 上でお前何作ってんだよって。精製塩はダメで天然塩だったらいいっていう人が。 俺ね、その派閥がいるの知らなくて、うん、たまに僕減塩料理とや,やるんですよ実は、うん、あの結構しょっぱいのやるんで、うん、のその帳尻合わせで塩そんな使わなくても美味しいですよって、うん、たまにたまにやるんですよあの全部が全部じゃないんですけど、うん、そうするとあの今まで身を潜めてた塩信者が出てきて「お、うん、どこに隠れてたんだこれ」と減 <laughs> 塩っていうふうに入れると、うん、すんごいきます。 はい,は,いはい、うん、だ先生使ってるからだよ」みたいな <laughs> も,うもう天然だったらいくらとっても大丈夫なんだよみたいな <laughs> もう怖くてこんな人いるのって恐ろしくなりましたね先生されてる塩はミネラルがないから体に悪いみたいな <laughs>、はい、よく分かんないこと言い出して、はい、<laughs> ミネラル入ってたらその塩分は帳消しになんのかっていう話い<や>い僕は一、ね、と,ひと,ひと通り戦ってきたんで。<laughs> <laughs>